こんにちは、ヒロと申します。今回の動画は3月の週刊 FP も登場しきったということで、そちらの中から個人的なベスト5を選出して皆さんに紹介していこうと思います。まあ、全体的なメンツはこんな感じですね。やっぱり各種優秀な選手搭載されているんで、3月はかなりいいガチャだったんじゃないかな。今回ベスト5に絞ったんですけど、まあ、もっといい選手はいるんで、あくまでもいい選手の中から5人絞って紹介という形にしていこうと思います。それでは早速第5位からの発表になります。第5位はレアンドロ・トロサールということで、いやマジでめちゃくちゃ強いんだよね。まあ、能力値見てもらえばまあ、強えなっていうのは分かると思うんだけど、逆足も使えて、なんかワンタッチパス持ってないんですけど、まあ、グラパフラパ80乗ってるんで、ワンタッチでもかなり落としてくれますね。ドリブルも上手いですし、シュート系のスキルも持ってるんで、前線でもめちゃくちゃやれる。クライフの控えで使ってるんだけど、調子いい時はトロサールから使ったりもしますね。まあ、左見てもらえば分かるけど、セカンドトップ起用で、そこ100いくんで、もちろん絶好調なら全部100なんですけど、まあ、好調でこのような能力。いや、本当に使用感めちゃくちゃいい。で、身長低いんですけど、結構ヘディングで決めてくれること多くて、やっぱリンクフォワードの特性というか、結構後ろ目からまっすぐ走ってきてくれて、クロスに合わせるっていう動きをしてくれるんで、そういうところもあるのかなという印象なんですけど、マジでトロサールは強い。ということで第5位はトロサールでした。第4位はムサディアビです。2列目からの飛び出しで両ウィングセカンドトップで起用できる選手です。まあこちらもね、総合値100いくんですよね、ウィング起用時。いや、習慣でこの強さ出してくれるのありがたいよね。スキルもダルブルタッチ持っていて、コンカスルーパス持ってるんで、パスまでできると。で、グラパも80あるんでね、本当に左ウィングからの中に入れるボールだったり、右ウィングからダブルタッチコンカ、いろいろな使い方できますし、スピッシュンボディバランス高いんで、まあ弱いわけがない。これもライブアップで C 環境でもずっと使ってますね。ということで第4位はムサディアビでした。そして第3位はヤニック・カラスコ。この選手も左サイド左ウィング総合値100です。バケモンです。右ウィングとかもできたらもうちょっと順位上がったんですけど、左サイドしかできないんでこの順位になってます。で、逆足精度も最高なんよ。なんでね、めちゃくちゃいいよ本当に。で、スキルもワンパピンクの持ってるんで、左足での高精度なクロスも打てますし、相手がクロスケアしてきたら中切り込んで突破してシュートっていう形もできるんで、決定力も83あるんですよ。で、カーブも85あるんで、コンカ持ってないですけどいいシュート打ってくれるんで、そこもめちゃくちゃいい。やっぱりねー、3月はめちゃ良かったな。そして第2位はフィル・フォーデンです。この選手幅広くいろいろなポジできて、左ウィングセカンドトップでは総合値100です。やっぱカラスコとかディアビとは違って足元重視の選手なんで、ウィングのような使い方とはまた違った戦い方ですね。ワンパワンシューダブタコンカピンクロスルーパス、ほんと前線の選手に持ってほしいスキル全部持ちなんで、スキル追加来たらここにチェイシングつけたいね。全然使用感違うんで。ということで第2位はフォーデンでした。第1位はラファエウ・レオンということで、まあ、この能力だってさこれもスパサブとか何も関係なしで左ウィングセンターフォワード総合値100いってるんですよ。いやー本当に強い。で、ちなみにレオンとフォーデンは同じ週に登場してるんで、ここを綺麗に外してる俺は何なんだっていう。いやマジで欲しかったな、まあ、レオンは本当に強い。で、前回の習慣と違ってトップ下起用ができるのがでかい。しかもスルーパス持ってますし、グラパフラパも70超えてるんで、トップ下でも違和感なく起用できますし、プレイスタイル発動するんでめちゃ強っすね。 PC 版だとレオン当たったんで使ってるんですけど、トップ下で起用することが多いですね。レオンは第1です。ということで3月の週刊 FP ベスト5紹介していきました。まだまだ他にも強い選手いたんですけど、今回はこの5人を選出しました。人それぞれ意見は違うと思うんで、皆さんが考えてるベスト5だったり、この選手めっちゃ強いんだけど誰も紹介してないんだよなみたいな選手がいたらコメントで教えてください。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。